一時世界大戦末期の1918年に行われた西部戦線におけるドイツ帝国の最後の大攻勢である。皇帝の戦いとも呼ばれる。長引く戦争で人的にも経済的にも疲弊しきったドイツは、もはやこれ以上長期化する戦争には勝利することはできないこと、迫り来るアメリカ軍は、ますます多くなるのが確実なことを悟っていた。 その状況の中で戦争に勝利するためには、新しい不評戦術の活用と迅速な攻勢により、決定的な勝利を得る必要があると判断した。ドイツ軍西部戦線司令官、エイリヒルーデンドルフは、アメリカ軍の存在が致命的となる前、1918年春に攻勢をかけて、英仏フッツ軍に壊滅的な打撃を与え、急戦に追い込もうと考えた。そこでまず、 ブレストリトフスク条約によって、ソビエト政権と単独講和し、東部戦線を終結させ、東部戦線のドイツ軍を西部戦線に転進させて、西部戦線における、英仏軍との数的優位を作った。また、イタリア戦線では、同盟国のオーストリア・ハンガリーを助け、カポレットの戦いで、イタリア軍に圧勝し、王軍の崩壊を押しとどめ、西部戦線への攻勢に洗練できる体制を、 構築した。次に構着しきった残壕戦で敵の残壕を突破するために、ルーデンドルフは、浸透戦術の徹底、航空機の活用、詳細な砲撃計画、毒ガスの大規模な使用によって、英仏領軍の中間に攻勢をかけ、イギリス軍を北に圧迫して、ドーバー海峡へと追いやることを目標とする戦略を立てた。こうして、 ドイツ軍が着々と構成の準備を進める中で、連合国軍は未だに指揮と統一指揮権をめぐって問題が発生していた。この構成に合わせて、史上初の短期艦銃として開発された MP18 約1万丁と、ドイツ軍初の戦車である A7V20 両、列車砲のパリ砲などの新兵器が投入された。MP18 は、 浸透戦術を担う突撃不評の主力兵器として新規に開発された短期艦銃である。短期艦銃とは拳銃用弾薬を短時間に多数発射撃可能な重火器で射程は短いものの当時の重機艦銃や連合軍が実用化していた軽機艦銃に比べれば格段に軽量で取り回しが容易であり当時の小銃や拳銃に比べれば格段に 高火力であるというもので、MP18 で初めて確立されたジャンルであった。また、突撃不評の支援用として、MG08-15 重機関銃を空冷、軽量化して、機動力を高めた MG08-18 も同時期に配備されている。MG08-18 による、牽制射撃の援護のもとに突撃不評が敵陣まで失踪して肉薄すれば、 短い射程の拳銃弾の MP18 でも十分な制圧火力が発揮でき、手榴弾の投敵と合わせれば確実に敵の機関銃を制圧できることが予想された。また同時に単純な構造であれば構成に間に合うだけの短期間で製造できることが期待された。突撃戦車 A7V は膠着状態に陥った残酷戦を突破するため、 突撃不評による浸透戦術の支援を目的として開発された。また改良型としてイギリス軍が戦場に投入した菱形戦車を模倣した A7VU も開発中だったが、終戦により実戦投入には間に合わなかった。パリ砲は第一次世界大戦を通して最も大きな砲であり、カイザーイコールビルヘルム砲とも呼ばれる。この砲は、 合計2 1 0ト、mm、ルで約9 4ラムの砲弾が発射され弾道は高度4万メートルにまで達した。4万メートルという高度を通過することで空気抵抗が減少するため80マイルという驚異的な射程を実現した。しかし、低ロードは少なく弾丸発射の摩耗から方針を定期的に交換する必要があり精度も 都市のどこかを狙えるという程度であった。そのため、パリ市民を心理的に攻撃することが目的とされ、都市そのものを破壊することではなかった。1918年3月21日、ミハエル作戦が発動。ドイツ軍がアミアンの鉄道結欠点の英軍に対して攻撃が開始された。ルーデンドルフの狙いは、英軍と仏軍との分断であった。 三貫単北部での戦闘で A7V が投入される。ドイツ軍は浸透作戦によって残豪を突破。これ以前は典型的な残豪への攻撃は長距離砲の砲撃と連続的な前線の大量攻撃によって行われていた。しかしながら、この構成ではドイツ軍は短時間の砲撃を行い。 弱点に5000兆の MP18 を装備した突撃不評を浸透させ、司令部と平坦エリア及び強固な抵抗拠点の周囲の場所を攻撃した。こうして孤立した拠点をより重武装の不評によって破壊した。この構成でドイツ軍は8日で 65km という空前の前進を達成した。これほどの前進を果たしたのは1914年以来、これが初めてだった。 クーシーの森にはパリ砲が設置され、最初の発射は1918年3月21日午前7時18分であった。最初フランス側では航空機によって爆弾が投下されたものと考えられたが集められた破片により、それが砲弾による爆発だと判明した。パリに向けて183発の砲弾を撃ち込んだ。これにより多くのパリ市民がパリから脱出した。 快進撃を続けるドイツ軍はパリの120キロ圏内へ進撃。ドイツ皇帝ビルヘルム2世は3月24日を国民の祝日とすることを宣言。多くのドイツ国民が戦争の勝利を確信した。しかし、進撃速度に補給船が追いつかず、またドイツ軍の激しい消耗で攻勢は止まってしまった。1918年3月から4月のドイツの 死傷者は27万名に上った。また、世界初の戦車同士の戦闘が1918年4月24日午前に、フランス北部のアミアン近郊、ビレブルトヌヌ付近で、イギリス軍のマーク、放戦車3両と A7V、メフィスト号、エルフリーデ号、ニックス号を3両の間で行われた。目型の射撃をものともしない、A7V の攻撃で2両が撃破されたが、 応援のお姿が A7V、ニックス号に砲弾を3発、直撃、5名を戦死させ、戦車を放棄させた。残りのドイツ戦車は交代した。この時、ドイツ側の不評部隊も交代しており、イギリス軍の戦車も放棄するには至らなかったため、戦闘の結果判定は、イギリス軍の勝利とされている。なお、ニックス号は脱出した乗組員が再登場し、自力で帰投している。 また、エルフリーデ号も損傷を受けており、戦闘終了後に操縦ミスから転覆し、行動不能となった。同日、一両の A7V と七両のマーク A ホイペット中戦車との戦闘が発生した。やはり機銃しか持たないイギリス軍戦車は、一両が A7V の方により破壊され、三両がドイツ軍ア方の直接射撃で失われた。バトルオブザリスも参照ドイツ軍は、 ミハイル作戦の後の作戦として、北の海峡の港に向けたジョルジェット作戦を指導した。これはそれほど重要でない領土を獲得しただけに、終わった。英仏領軍は、ドイツの攻勢を受けて、ここへ来て、ようやく指揮系統の統一に合意。ドゥラーズ会議で連合国軍最高司令部が設置され、総司令官に、フランス軍のフェルディナンフォッシュが任命された。イギリス軍司令官。 ダグラス・ヘーグは、フォッシュに、彼の軍の指揮を委ねた。フォッシュは、巧みな戦術で戦線の再構築に成功。ルーデンドルフが意図していた迅速な戦線の突破の、可能性は消滅。戦いは再び消耗戦の様相を呈してきた。5月には、ヨーロッパ派遣軍師団が初めて前線に投入され、初めての勝利を収めた。 毎月30万人ずつアメリカ軍は送られてきており、総勢210万人のアメリカ軍の登場によって、それまで均衡を保っていた西部戦線に変化が生じつつあった。詳細はバトルオブ・ボロウッド及びバトルオブ・シャトーティエリーを参照詳細はサード・バトル・オブ・ザインを参照その後ドイツ陸軍のブルフィアー・ヨーク作戦がパリに向かって南方向に実施され、 マルヌ付近の戦線に突起部が形成された。ドイツ軍の攻勢により形成された突起部に対してフォッシュは攻撃を企画し、7月に第2次マルヌ海戦が始まった。それまでの激しい消耗による士気の低下とアメリカの大軍を加えた連合国軍による圧倒的な物量差を前にドイツ軍はじわじわと後退していき、 連合国軍の攻勢はこれまでに見ない成功を収める。8月には突起部も解消され、ドイツ軍の攻勢はここで完全に挫折した。戦争の大逆転を狙って計画された攻勢計画で、当初はパリ付近にまで迫るほどの快進撃を見せたが、やはり戦力不足と補給が追いつかず戦況は長期化した。何よりも連合国軍の持ち直しと国際協調が早く、 長期間の消耗戦が不可能なほど弱体化していたドイツ軍を苦しめ、そこにアメリカ軍の物量がとどめの一撃となった。また、A7 ボルト戦車も撃破されたり、行動不能で放棄されてしまい、運用されたのは50日余りだった。そもそも、連合国軍側が合計で6000両余りの戦車を投入可能であったのに対し、ドイツ側は20両の A7V と合わせて、 六角戦車部隊百両弱程度しか投入できず、大きく戦局を転換させることはできなかった。パリを恐怖に陥れたパリ法も8月にはドイツ本国へ引き上げられた。その後連合軍がこの法を捉えることはなく、終戦近くにドイツ軍によって完全に破壊されたと考えられている。百日攻勢も参照、アミアンの戦いも 参照第二次マルヌ海戦の2日後の8月8日から始まったアミアンの戦いで連合軍は解消し全戦線で突破に成功。サンミッシェルの戦い及びムーズアルゴンの攻勢も参照これ以降ドイツ軍は防戦一方となり果てしなく続く連合国軍の攻勢に人的資源は枯渇。経済的、社会的な混乱は頂点に達し、 もうこれ以上の軍事的抵抗はできなくなった。1918年11月11日、コンピエーニュの森で休戦協定を結んだ。ありがとうございます。